自分自身恋愛にすごい興味があるんですよね。それしか考えてないぐらいかもしれない。恋愛体質なんですよ、ものすごく。辰巳夏子的恋愛論やっちゃおっかな。まず、すっごい変態なんですよ、私。なんか精神的に苦痛をプレゼントされるのが好きというか、私を口説くのだったら、まず一番に、あなたになんか興味ないですよっていう感じからスタートしてもらって、それでスルーされたり無視されたり、ちょっとそっけない態度をとってくれると、もうたまらないですね。ですとか、こう愛してるとかってこう言われるよりも、なんで言ってくれないのって思わせてくれるような人をのタイプですね、私は。ずっとだからいろんなものを、例えばプレゼントを頑張ってしてくれるよりも、あ、でも嬉しいですけどね、プレゼントはすごい嬉しいんですけど、何にもなくても、え、なんか私の誕生日とか忘れてるのっていう、忘れてる？でも全然いい。なんかすごい好きなシチュエーションが、そうだな、友達といて、で、私の好きな人がいたとしたら、私の友達、女友達のことを、こう、何々ちゃん可愛いねとか、なんかスタイルいいねとか、なんか私を差し置いて、他の人を褒められたりとか、こう、その人の気持ちがそっちに行ってるなと思うところが、私には好きなシチュエーションで、なんだろう、いじめられたいんですかね。M なんですよね、多分。だからこう、わざと焼きもちを焼きたい。だから、もともとそういう性格はあんまり今も変わっていなくて、そうだな、昔お付き合いしていたこう彼氏とか、まあ、いるじゃないですか。それで普通にお付き合いとかしてるよりも、まあ、私がなんだろう、こんな性格だからなのかわかんないけど、女友達に彼氏を取られちゃったことがあって、だから、まあ、もう彼氏じゃなくなっちゃったんですけどね、その時点から。でも取られちゃってからもっと好きになっちゃいますね。あ、あとはそうだな、
もともと彼女が好きな人には彼女がいるっていうパターンとかも結構燃えますね。フリーだよっていう人より何十倍にも価値があるように見えるというか、まあ、大体ね、いいなと思う人ってなんか彼女とかいたりするじゃないですか。彼女いるから好きなのかなみたいな。そしたら誰でもいいのかってことになっちゃうけど。でもいいですね。なんかこう、俺には彼女がいるからっていうその感じが多分好きなんでしょうね、私は。見てくれてない感がいいんですよね。もっと見てってなるから、でもっと見てってなって見てくれたらちょっと嫌だみたいな、いいってなっちゃうんですよね。だから常にこう距離のある追いかけっこをしていたいですね。とは言いつつも、追いかけっこしていたいとは言いつつも、やっぱりずっとこっちが走らされてたら疲れちゃうわけで、そういう時には優しさをやっぱりちょっと求めたりこうしちゃうので、そういう時に全然違うタイプの人をちょっといいなって思ったりね、しちゃいますよね。その時優しくされちゃったりとかすると好きに入り込んでくるというか、でも基本的にはすっごい M なので、まあいじめられたいですよね。 S な人が好きですね。メールの返事とかも返さなくていいし、電話にも出なくていいし、なかなか会えなくてもいい。それが全部こうパワーになるから、私のよしもっと頑張ろうって。なのでわざとでもいいからちょっと冷たい素振りをしてもらえたりすると気になっちゃうかもしれない。気になっちゃうかもとか気になる。私はどこへ行くのでしょうか。私、巨源壁ありますからね。恋愛相談専門家にでもなりますかね。